はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、毎年毎年ね、作っている手ぬぐいですね、って言いながらも2回目なんですけども、新作をね、紹介していけたらなって思います。こちらですね、阿弥陀仁の形をしていますね、下山後何食べよっかな手ぬぐいをね、作りました。はい。これはね、僕山登ってる時に日頃からね、下山したら何食べようかなっていうのをね、常に思いね、常に、考えながらね、下山してるところがありますんでね、なんかパッと決めてくれるもん欲しいなっていうところでね、この下山後何食べようかな手ぬぐいを作りましたね。はい。でね、まあまあ、下山後、登山の後のね、下山後の飯、下山飯はね、下山後飯かな。登山の後の下山後飯は一つのご褒美なんでね、その大事なご褒美を決めるというね、運命の阿弥陀仁になっておりますね。阿弥陀仁の作りなんですけどもね、こう上下、ありますんでね、10種類選べることになりますね。こう下がですね、ラーメン、餃子、寿司、おでん、焼き鳥ですね。反対側ではですね、焼肉、カレー、カツ丼、ハンバーグ、唐揚げということでね、こんだけの種類から選べるってことですね。まあ多少自分の中でマイルールも決めてもいいですよね。カツ丼の場合やったらね、こういう感じで、何しろ串カツとかね、串カツにしようとかね、なんかお酒、飲む人はちょっとチェンジしてもいいかなっていうところになりますね。あ、上下やるんでね、例えば、まあこのラーメン、餃子、寿司、おでん、焼き鳥が食べたければね、こっちの反対側からこうそっちに向けてね、こうやっていき阿弥陀仁をしていくっていう風になってますね。はい。なんでね、いいじゃないですか、パーティーとかに何食べるってなった時にね、決めきれん時とかね、これで一気に決めてもらうとかね、そういう仕様もいいんじゃないかっていうところになっておりますね。でね、色はですね、やっぱりね、こういう日本古来の阿弥陀仁でね、なんでね、こう和柄にしましたね。こちらがですね、茶色、エビ茶色になりますね、エビ茶ね。で、次にね、ちょっとこのね、藍っぽい感じですね。はい。このね、の、紺ですね。鉄紺。鉄の紺っていうね。これをチョイスしましたね。はい。なかなかこれも和っぽさが一気に出てね。首に巻くとね、結構シャープな感じでかっこいいんじゃないかというところですね。でね、次ですね。こちら、柔らかい緑ですね。千歳緑ね。千歳緑。これもね、この間、イベントした時にね、結構好評でね、顔に巻くと結構、はっきりした、色合いなんで顔が映えるっていうね、ところになってますでね、あんまりないかな、この紫の手ぬぐいっていうのがないんですね。これシコンっていうね、色ですね、これも結構好評でしたねっていうところでね、このね、4種類になりますね、なんでね、どっちかっていうとこのね、スポーティーな、ウェアとかよりもね、ヤマトミチとかアクシーズクイーンとかね、そういったガレージブランド系のね、服に合うんじゃないかなっていうね、色目となっておりますね。はい。なんでね、まあそれを、存分に、この4つのね色目から選んでいただけたらっていうのとですね、ね、一つねこれね、疑問があるんですけども、これね阿弥陀仁ね、これずっとねやっていくとこれもうパターン分かってまうやんっていう風にね、いうお声もあると思うんでね、そういう場合はですね、爪楊枝とかですね、この枝とかね、枝とかその辺に落ちてるんで、それ適当な大きさに切ってね、こことかね、何箇所かでこう枝を置くとですね、何パターンでもほぼ永遠に遊べるっていう風になりますんでね、まあ柄はこうなってますけど、永遠に遊べる阿弥陀仁っていうところでね、やっていただけたらなって思いますね。はい。でね、あとこのね、ところはですね、この阿弥陀柄を生かしてですね、巻くとですね、こんな感じでね、こう柄になってますね。なんでね、ちょっとシンプルなウェアとかね、無地のウェア着てる人はね、こうワンポイントになりますんでね、もしくはチェックのね、柄を着てる人とか、チェックオンチェックとかでね、さらにおしゃれになるんじゃないかなっていうところでね、まあそういうところも計算してますんでね、また、この下山後何食べようかな、手ぬぐいをね、気になる方はですね、ぜひ概要欄、今なら、販売したてなんでね、たくさんありますんで、概要欄をチェックしていただけたらなって思います。はい、次ですね、新作情報になりますね。はい、5月ぐらいにですね、LTM の今まで長袖のベースレイヤーですね、4シーズンロングティーを作ってたんですけども、半袖の T シャツとですね、このスリーブレスですね、スリーブレスを発売いたします。はい、このスリーブレスね、
結構ね、僕もね、あんまりスリーブレスっていうのはピンとこなかったんですけども、ファッションチェックとかやってるとね、結構女性とか男性とかでもね、こうシャツの下に着るってことね、シャツの下に着ることによって、結構脇がスースーしてね、オーバーヒートしにくいっていうところなんでね、結構、スリーブレスが、去年あたり目立ってきましたんでね、ちょっと作ってみようかなっていうところで、作ってみましたっていうところで、でね、これ何が特徴かというとね、結構首も詰まっててね、でこの脇の部分もアームホールも結構ね、絞ってるんでね、タンクトップしてないんですよ。これはタンクトップじゃないです、スリーブレスっていうね、感じになってますんで、女性でもね、比較的着やすい、ウェアになってます。はい、なんでね、あと特徴ですね、この肩の部分がね、まあまあありますんでね、このミレーの編み編みですね、これもタンクトップバージョンなんですけども、それを着てもね、編み編みが見えないっていうね、ドライレイヤーもしっかり着れるっていうところがね、風に作ってますんでね、またこれが5月、もしくは6月ぐらいにね、ちょっと今上がる予定なんでね、またチェックしていただけたらなって思いますね。はい、でね、この色は何にするのかっていう話なんですけど、今サンプル上がってきてますんでね、こちらのね、まだ色名は決めてないんですけど、こちらのちょっとグリーンですね、なかなかこの色もないんでね、着てみると面白いんじゃないかなというところと、こちらの、ブルーですね、はい、こういった、淡いブルーかな、淡いっていうか、まあ、淡いっていうのもありますし、濃いっていう部分もありますんですけど、この色一目惚れしたんでね、お願いしましたってところ ね、 でね、あとこちらの、からし色ですね、はい、これもね、これ1枚だけでも映えるんじゃないか、そうですね、これ全部ね、1枚だけでも映えるんじゃないかっていうね、色をチョイスしましたんでね、でまたね、おとなしい色はおとなしい色で、ね、これがね調子良ければまた作ろうかなと思いますんでね、とりあえず他の、ブランドにない色をね、今回チョイスしてますんで、 T シャツとね、この、スリーブレスですね、またねチェックしていただけたらなって思いますね。はい、でね、あと長袖なんですけども、長袖、薄いね、ベージュの方がね、また、ちょっと作る予定なんでね、長袖の4シーズンロングティーですね、これもちょっと、5月ぐらいに上がるのかなって、大体まあ春って言ったら5月ぐらいなんでね、これも夏のアルプスとかにねぜひ着ていただけたらなって思いますね。あーでね、あと引き続きですね、はい、あと別にお知らせなんですけども、LTM のですね、障害登山 T シャツですね、こちらがねサンプルセールしようと思います。はい、なんでね、サイズが合う方はですね、非常にラッキーなんで、これが5000円が3000円になりますんでね、その他、K 藤本 T シャツとか山頂までまだまだ T シャツ、過去に作ったやつもね、サンプルセールしたいと思いますんでね、また、それも概要欄、貼ってますんでチェックしていただけたらなって思います。でね、ちょっと、ちょっとだけ汚れあるね、汚れありとかでしたらね、もうちょっと割引して、載せてますんで、それもチェックしていただけたらなって思います。あとですね、在庫状況ですね、こちら、ちょうど良い腹巻きメンズ、ありがたい話、フォルボ完売でございます。残り2枚になってますんでね、ちょっと気になる方は、概要欄の高太郎山荘2号店チェックしていただけたらなと思いますね、こちらのリクガメグリーンのレディースもね、もうすぐでちょっと売り切れになりますんでね、またチェック腹巻き、ちょうど良い腹巻きチェックしていただけたらなって思います。はい、でからの時期ね、腹巻きなんていらんのじゃないかって言いながらもね、意外と使いますね。やっぱ、夏のアルプスでも寒いんでね、何がおすすめかっていうとね、これで腹巻きをするとお腹を温めることによって、ね、睡眠が深くなるっていうところがありますんでね、ぜひね、このアルプスとかでもね、夏のアルプスね、奥穂高とかって気温ね、0度からね、10度ぐらいね、夜になったら十分になりますんでね、これをお腹に巻いて睡眠を深くするっていうところもねありなんじゃないかなと思いますんで、またね、概要欄、載ってますんでチェックしていただけたらなって思います。はい、ね、あとベースレイヤーですね、ベースレイヤー4シーズンロングティーですね、この新緑オリーブとですね、こちら、秋のブドウですね、で、この色ですね、こちらの色、夜中のネイビーですね、 L サイズがちょっともう全体的になくなりそうなんですかね、S サイズもなくなりそうで、 M サイズちょっと今完売してるんですけども、XL、XS はまだまだありますんでですね、これからの季節ね、春とか夏のアルプス、秋とかね、で冬やったら重ね着したら使えるってことで、まだまだね、活躍するベースレイヤーなんでね、もし気になる方は、概要欄チェックしていただけたらなって思います。はい、でね、あと特
典としましてですね、こちらのね、フォーシーズンロングティーかですね、冬物のウィンターシーズンロングティーですかね、まあ、ベースレイヤーとですね、手ぬぐいをね、お買い上げの方はですね、LTM のワッペン、ワッペンをプレゼントしますんでね、またチェックしていただけたらなって思います。またその他、ガベッジバッグとかね、ステッカーも、まだまだ販売してますんでね、それもチェックしていただけたらなって思います。以上ですね、LTM からのね、春に向けてのお知らせでした。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。